さあバファローズとの3連戦初戦4対3惜しくも1点差で、まあ、ライオンズ敗れてしまいましたけれども惜しかった ね最後まで粘りを、ね、見せてくれましたけどね、最後はちょっと山本のこう最後の力投にね、はい、やられたという感じでしたね。そうでしたね。135球山本投げましたからね、はい、一方ライオンズは今井だったんですけれどもね、良かったですよ、今井も、はい、今井も良かったんですけれども、あの4回がもったいないね、失点の仕方という部分がねありましたから、うん、ただやっぱりエースの対決っていうのはやっぱりそういったミスというかね、はい、フォアボールも含めてね、そういうところがやっぱりちょっとこう敗戦という形に繋がってしまったなって感じしますね。そうですね。1回から3回まで特に1回2回は三者凡退で、3回もランナー出しましたけど、はい、ダブルプレーね。そうなんですよね、いいリズム乗っていけるかなというところで、うん、そういったゲームになりましたけど。